今日は2013年の11月25日ですね。朝日新聞の一面には、災害の備え不十分 89% ということで、自分に大きな災害が降りかかる可能性が、あるというふうに思っている人のが 37% なんですけども、そういう人たちの中で、その災害に対する備えを十分にしていると思っている人は あんまりいないということです。私も震災の時以来、水と食料は一応3人家族で1週間は十分持つように常に備えるようにしておりますけれども、昨日たまたま夢を見てましてですね、夢の中でアイデアが来まして、どんな夢かというと、大火事が町を襲ってみんながビルの中に逃げ込むんですよね。でそれでも火事が来るんだと。で逃げて隠れているだけじゃなくて、その水を火を消そうとするべきではないかというふうに言い出して、隠れているよりも消した方がいいよという議論をするという、そういう夢だったんですけども、その夢の続きでですね、火災が迫ってきた時に、みんなで水をかけて火を食い止めるという、行為をやろうとするわけですけれども、その時に思いついたのが、水の入ったバッグがあれば相当火を防げるんではないか。紙の器に水を入れてそれでお湯を沸かすことができるということを知ってる人は知ってるんですよね。紙は火が当たれば燃えてしまいますが、ところが中に水が入っていますと、その下から火で炙って高熱になってもその紙は燃えない。だから水が入っている、例えばズック製のバッグなどは、多分水が火が当たってもこれは燃えない、火に耐えるだろう。そういうものが積み重ねてあれば、そこは火を食い止めることができるものになるんだろう、そう思ったんですね。でさらに考え方を進めていくと、別にそんな巨大な重たいものではなくて、金属の枠に水の入った薄いって言っても1センチか2センチかぐらいのバッグを貼り付けていれば軽いので、そういうもので、火を食い止めることができるんじゃないか。相当大きな枠がもしあれば、地域の避難場所なんかにも、そういう水の入ったバッグを貼り付けた枠で火を食い止めることができる。森林火災なども、もうそれの巨大なものを作ってヘリコプターでぶら下げて、森の中に投下すれば火事が防げるんじゃないか。多分一日中といっかじゃないか。体も晴れてくりゃもっと、なんか風っぽい、あれなんか猪瀬知事のあの手話で大丈夫だなって、ね、金もらったんだね。上の方はいいね、結構近づく人はいっぱいいるからね。ろくなことしすでにそういうアイデアがあって品物ができているかどうかっていうのは知らないんですけども、私は見たことがないんで、もしないんであれば作った方がいいんではないか。例えばマンションのベランダ、マンションが火事な時で下から火が上がってくるわけですけども、ベランダ自体に火が伝わってくる。しかしその水バッグ、金属の枠に水の入ったバッグが貼り付けたものがベランダに立てかけて、それを立てかければ多分下からの火はそれで防げるだろうと思いますよね。それからベランダではなくても、ビルの窓が割れて火が隣から入ってくるわけですから、窓にそういうものを貼り付けて火を防ぐことができるだろう、というアイデアです。今日の歌はスワンの涙、オックス。
1968年ですね。君の素敵なブラックコートというこのフレーズだけは聞いたことがある気がするけれども、まあ歌おうと思ったこともないような歌で、こういうのでキャーキャー女の子が騒いどった、まあやってみましょう。ということで今日はこれぐらいしておきます。